奥花子、奥花子、奥花子。3月20日体は、日本の女性シンガーソングライター。本名同じ。千葉県船橋市出身。東方音楽大学トランペット専攻卒業。ポニーキャニオン所属。血液型は、O 型。地元である、千葉県船橋市近隣の津田沼、奈良市の市や柏市を拠点、工術参照に、 キーボードの弾き語りスタイルで路上ライブを行い注目を集める。また多数の CM ソングの作詞、作曲、歌唱を担当している。2004年に井川遥出演、テップコヒカリの CM ソングを制作、歌唱、井川は口パクのみしたことで世間に知られるようになった。2005年7月27日にシングル、優しい花で、 ポニーキャニオンよりメジャーデビュー。日本放送系の深夜番組、オールナイト日本のジングル2005年から2007年を担当したほか、アニメ映画、時をかける少女の主題歌、ガーネットはロングセラーとなった。大学の専攻はトランペットであるが、トランペット奏者としての活動はない。また、楽曲でもコンサートライブで稀に使用する程度であるが、 初恋のシングル発売インタビューによって、カップリング曲、虹の見える明日への感想部で自身が、お遊び程度にトランペットを吹いていることを明かしている。ライビダーブログ、エキサイトを経て、現在は、アメーバブログでブログを書いているほか、2008年11月12日より、ソーシャルネットワーキングサービスのミクシーの公認タレントアーティストとして、日記を書いている。 2009年3月5日からは、マイスプリースにも登録し、音楽、動画の公開を行っている。また、2009年9月24日にはツイッターにも登録し、2011年より本格的に更新を開始している。大好物は、中華料理。また、ブログ、ツイッターに、うどん、ちゃんぽん、ラーメン。 つけ麺などの麺類を食べる写真を多数掲載するなど、無類の麺好きでもある。デビュー前の20代前半の頃、運転免許を取るために、自動車教習所に通い、問題なく卒業したが、卒業したのが、デビュー時期と重なったこともあって、多忙となり、1年間放置状態となって、卒業証明書を執行してしまった。それ以降は自ら運転しなくてもスタッフに運転して、 もらうなどの方法によって移動手段に不都合がないことから現在まで運転免許を所持していないが2018年の目標として運転免許を取得することを自身のラジオ番組ラガンデトークで宣言している。インディーズ時代からメジャーデビュー後の数年間ほど精力的に路上ライブを続けていた。首都圏以外に遠征する際も路上ライブを数多く行っていた。 現在でも無料ライブという形で活動を続けている。インディーズ時代、テレビ東京系、出没。アドマチック天国の歌詞は編放送会で一番人気のストリートミュージシャンとして取り上げられた。路上ライブを始めて、わずか1年間で約2万枚の自主制作 CD を手売りし、また1日の自主制作 CD の最高売上枚数が488枚を記録した。 2005年5月17日、JR 錦糸町駅南口から JR 津田沼駅北口での路上ライブにおいての販売。2009年8月7日夕方5時より、津田沼公園広場にて09875奥花子の日と、名打ち5時間90曲に及ぶ路上ライブを観光し、奥は路上ライブでの多くの出会いを大切にしており、その思いは楽曲、笑って笑って、インディーズアルバム。 ボリュームベスト、メジャーアルバム、バースデーに収録等に込められてる。赤いメガネがトレードマークであるが、レンズのない枠だけのメガネを使用している。メガネがトレードマークになった理由は、事務所の社長に顔が地味だと言われたのがきっかけで、たまたま持っていた赤いメガネをかけたところ、路上ライブで普段30枚程度の売れ行きだった CD が100枚ほど。 売れたこと、お客さんに身近でポップな印象を与えることができること、路上ライブを始めた当時、知り合いと遭遇したら恥ずかしいという思いから、奥なりの変装も兼ねるという三つの理由から人前に出るときに必ずかけるようになったという。値段は千円だったという。メガネは多数所有しているものの、他のものではしっくりこず、幸運のメガネとのことである。 使い込みにより塗装が剥がれるなど老朽化が見られ、2006年9月より複製した同デザインのオーダーメイド品を使っている。富士テレビ系、目覚ましテレビや TBS 系、しっとこ、などのワイドショーで組まれたメガネ特集にも数度出演したことがある。もともとはワンピースなど女の子らしい格好で歌っていたが、機材を持つことから動きやすいジャージや、 t シャツに変えたと語っている。2012年第1弾シングル、シンデレラのジャケットで、黒メガネスカート姿を披露。内は、開催地、ボリューム1から4、ベストは公式ホームページにて、通信販売中。新色の空、君にありがとうは、アルバム、グッバイ、光はアルバム、君と僕の道、会えなくても、セピア色、マザー、君が待つ、あのおかはアルバム、 パウミソウにセルフカバーバージョンが収録されている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。